トラウマ、眼球や歯頭部が欠けている人間の顔のような形状のキャラクターですトラウマは非常に凶悪な存在であり高速移動と短距離テレポートを駆使しながら人間に近づいて攻撃を仕掛けます常に赤く発光しているためどんなに暗い場所に出現しても周囲にいる全ての人間に自分の存在をすぐに悟られてしまいますトラウマの画像は「ブロークンスルー」というホラーゲームに登場するキャラクターの画像を加工して作られたものになっています